地獄なら知っている。この間足の小指ぶつけた。はいどうも皆様こんばっぱパルでございます。ということで今回の動画は前回の続きとなっておりますので、まずはそっちから見てってください。多分概要欄に動画の URL 載せておきます。なかったらすまん。そんなわけで今回は前回当てられなかったエルザ姿のかのちゃん先輩を狙ってですね、こちらのスターガチャチケットと手元のスターを合わせて100連引かせていただきたいと思います。100連引けばね、このスターシール100枚分をコラボガチャシールに交換して天井システムを使って確定でかのちゃん先輩を入手可能なんですよね。まあもちろん100連以内に出てきてくれるのが理想だけど、もしね万が一100連以内でお迎えできた場合は、こっちの第1弾ガチャの方に残ったリソースを使ってエミリアタン姿のユキナさんを狙っていこうかなと考えております。そしたら最終的に天井システムをこっちのユキナさんに回すことも可能ですしね。まあもちろん全然2回でかのちゃん先輩とユキナさん当ててくれても構いませんけどね。で今回はスターガチャチケットで引く都合上単発でしか回せないんですよね。なので普通に引いてたら時間がかかってしまうので、おそらくカット編集とか早送りとか対応していると思いますので、ご了承いただけるとありがたいです。そんなわけで引いていきましょう。 OK、 はい、来てくれました。ツグですね。ようやく星さんが来てくれたということで、お、このツグ持っていなかったツグですね。まあ僕自身ね、アフグロの推しはツグということでね、このみんなで集まってワイワイやってる感じ、めちゃめちゃ好きですね。ツグ当たってくれました。ありがとうございます。またこのマヤちゃんだいやマジでね、冗談抜きで毎動画このマヤちゃん当ててる。えげつないマジでこのマヤちゃんだけね、毎回ピックアップされてるそれぐらいね、めちゃめちゃ当ててるマヤちゃんということでね、はい、来てくれましたと。やっぱりね、あの星さんの確定枠がないとなかなか星さんですら来てくれないですね。これ単発で引いて星を当たるもんなのかね。まあどんどん引いていくしかないでしょう。お、カオルくん来てくれました。さっきとは変わってね、ちょっと短いスパンで星さん来てくれましたね。いいね。星さん率はなかなかいいということで、あとは 3% さんがね、どれだけ輝いてくれるか、そしてコラボメンバーは当たってくれるか、よろしくお願いいたします。そのカオルくんのね、イケメンさで、かのちゃん先輩を引き寄せてください。はい、というわけでミッシェル美咲ちゃんですね、来てくれましたと。コッコロンと一緒に写っているということでね、いいね、ね、星さん率は本当に悪くない。ここまで4枚でしょ。全然 OK、 全然 OK。 まあね、ここであとは星を1個だけでいいんだ、増やしてくれないかなということでね、あとは星を待ちましょう。
はい、そんなわけでね、ここまででようやく50連が終わりましたと。ちょっと待て結構きつくねこれ。いや、まあ最低保証分がないとはいえ、だいぶやってるよこれは。これはだいぶ厳しい結果なんじゃないでしょうか。ということでね、一旦ちょっと本戻るか。ここまで来たらね、はい、まあこれでね、残りはあとチケット44枚と、あとはマスター6回分ですね。これで残り50連ということでね、使っていきましょうか。いきましょう。当たれ、よろしくお願いします。めちゃめちゃ久しぶりに星さん来た長えこんなに星さん当たらないもんかねまあとりあえずね、星さん来てくれましたということで、僕自身のさよしのお答えですね、はい、ビバの推しのお答えが来てくれましたということでね、いやもう救いの女神ですマジでね、星に当たってる時さ、喋ることなさすぎてマジで無心で引いてたわようやく星さんが当たってくれましたということで、いやこっから勢いつけていきたいな。もう推しで勢いつけていこう。次よろしくお願いいたします。お願いします。そろそろ星4来い。2連続星さん、ありがてえようやく運気回ってきたか。行きましょう。それにあなたの喜んだ顔は今でも覚えているから。はい、というわけで採用さんですね。いやここまで当たってこなかったさ、星さん率をここで回収していくっていう感じですかね。連続でね、星さんが来てくれましたと。前回も当たった採用さんと美咲ちゃんが一緒に映っている採用さんですね。ありがとうございます。 OKOK、 この流れに乗っていこう。星さんの流れに乗っていて、あわよくば星4行きます。 OK、 いやこれ流れなかなかいいんじゃない。さあ次に来るのはハイト。お、ようやく来たここに来てようやく星4の確定演出が来てくれたということで、いやマジでよろしくお願いします。ここでかのちゃん先輩お願いします。来い。イブチンということで、しかもコラボの方でもないイブチンということですね。ありがとうございます。個人的にはめちゃめちゃ嬉しいですね。はい。前回でコラボイブチン当てられてて、正直ガルパの星4ってね、トツとかそういうのがないんで、スキル上げしかないんですよね。なので、コラボメンバーのイブチンが来るよりかは、こっちの持っていないね、イブチンが来てくれる方が僕個人としてはありがたいということで、めちゃめちゃ可愛すぎる。なんかレコーディングみたいな感じなのかな、なんか音を入れてるとかそんな感じだと思うんですけど、髪型ええな。これちょこんと三つ編みにしてるやつのイブチン来てくれました。大変感謝。ようやくだやっと星を1枚当たってくれた。まあまあでも 3% の確率的にね、その確定枠とかなければこんなもんなんでしょうね。ありがとうございます。いやこの流れに乗っていきたいところですね。イブチンを当てられたということで、さあ連続星4とか全然来てくれても構いませんよということで、いきましょう。お願いします。残り20枚のスターガチャチケット、どうだ。はいと、知ってました、よいと。はい、というわけでですね、スターガチャチケットの残り枚数が10枚となりましたということで、さあ残りスターガチャチケット10連、そしてスターも合わせて、まあ、残り16連ですかね。はい、とりあえずスターガチャチケットの方ね、全部使い切りましょう。いきましょう。さあ残り10連、ここで来てくれても、うん、そんなに簡単に来てくれたらここまで苦労してねえよってね。
はい、というわけでとりあえずね、スターガチャチケットラスト1回ということでいきましょう。さあ、チケットの奇跡起こらずと。はい、じゃあそんなわけでね、スターガチャチケットもね、すべて使い切ってスッキリしたということで、はい、こちらね、残りの分はですね、スター1500個を使って6回だけ引かせていただきたいと思います。いきましょう。さあ、スターの力見せておくれ。うん、まあやってることチケットと同じだしな。さあ、あれよあれよとね、ここまで来てしまいました。この動画で100連目ですね。はい、ラストのスター250個も使わせていただきましょう。最後の最後に奇跡をよろしくお願いいたします。99連でここまで星音が1枚のみ。さあ、最後の100連目でね、星音を当てることができるのか、そしてかのちゃん先輩は当たるのか、お願いします。よろしくお願いします。というわけでですね、はい、全てのチケットとスターを使い切ってしまいましたということでね、ここまででね、はい、かのちゃん先輩を当てることができませんでした。はい、なので天井システム使います。えい、交換 OK で交換所へ行きまして、はい、この300万円をですね、こちらのかのちゃん先輩と交換させていただきます。ありがとうございます。はい、あ、一応ちゃんと演出入るんだ。よかったよかった。演出見れずにさ、こうポロッと入手するみたいな、こう味気ない感じになるのかなって思ったら、一応ちゃんと演出は見せてくれるんですね。ありがとうガルパ。いでよかのちゃん先輩。諦めない限り、いつだって何度だってやり直せる。ガチャで見たかったな天井システムじゃなくてガチャの方で見たかったな、聞きたかったなその声はい、というわけでですね、シール300枚をかのちゃん先輩と交換できましたと。これが死の味か。はい、というわけで今回もやっていきましょう。教えてパルチャンネルのコーナー。はい、このコーナーはですね、質問箱の方に寄せられた適当な質問に対して適当に答えていくという適当なコーナーとなっております。質問箱への質問は概要欄の方からいつでも行えますので、気になった方はそちらからぜひ。といったところで今回の質問はこちら。何もやる気が起きない私を叱ってください。でもパルさん、人を叱ったことないからどう言ったらいいかわからねえめ。はい、やる気出せ。